第3試合ゼッケン5番小林明夫日本、ゼッケン6レモンエバゲノスギリシャ。小林、顔面殴打で反則勝ち。なんかとても早い試合展開だったんですけど、自分としては顔面殴打で反則勝ちするというのはちょっと不本意だったんですけども、まあ、4発も5発ももらいまして、まあ、この後やってもおそらく随分もらったと思いますから、まあ、ルール上しょうがないんですけども、まあ、2回戦以降は頑張りますので。